やあゴジラよ、怖いだけではダメだ。これを見ろ、可愛さも必要ってことだよ。いやでも俺はゴジラの中では十分可愛いと言われているよ。いやもっと可愛くないといけない。だから今回俺がお前を可愛くしてやろう。え、ちょご苦労キングコング。ということで今回はデフォリアルシリーズからゴジラ1962少年陸限定版をご紹介したいと思います。はい、今年最後のデフォリアル、ゴジラ1962キンゴジの登場です。こちら定価は5,940円と今までのデフォリアルシリーズと比べるとちょっと安いんですよ。ではキンゴジがどう可愛くなったのか見ていきましょう。はい、ゴジラ1962キンゴジ、これは可愛いぞ。来たね。まあこちら1962年のキングコング対ゴジラに出てきたゴジラで、歴代のゴジラの中でもかなり特徴的な顔をしていて、前回出したモンスターズの動画でも海外からのコメントでフロックフェイス、まあカエル顔っていうコメントがねいくつかあったぐらいなんですよ。高さは13センチほどで、歴代のデフォリアルと比べてもサイズは同じ感じですね。素材は PVC でかなり軽いです。では細かく見ていきましょう。はい、横顔、あ、いいですね。程よくデフォルメされてる、可愛らしいな、爬虫類顔。そして前から見ると、お結構下向いてんのか。はい、うわやばいこの顔さらにカエルだな、本当にフロックフェイス。ユニークな顔してるなこれ。いやでもデフォルメしてもあんま変わんないね。だから元からデフォルメされたような顔だったんだよ。この豚っ腹の再現度はモンスターズ以上です。歯の感じとかやばいね、笑うセールスマンみたい。歯がすごいね。でも歯の先端は黒くなってて非常にこの彩色リアルですよ。いや牙の塗装半端ないなこれ。そして相変わらずこの唇ね、赤い、この辺はリアルだな。ほら、上唇もしっかり彩色されていて作られてる、すげえ。そしてこの顔ね、おお、ちょっと上見てんだ。この口のふにゃふにゃした感じ、これがすごいキンゴジっぽくていいよね。てか昭和ゴジラ特有というかさ。でも眼光は結構鋭くて、モンスターズよりもちょっと怖いかもしんない。逆にちょっと悪そうな顔してんだよね。なんか反抗期のゴジラって感じだね、毛圧と比較。でもなんか若干毛圧の方が可愛いぐらいだよね。デフォリアルはリアルさがあるからね。目はモンスターズとは違ってクリアではないですね。ただ彩色が素晴らしい、この白と黄色の間の彩色ね、これ絶妙じゃないですか。なんかこの昭和の映像感ね、ちょっとぼやっとした感じの彩色、上から見た図いいなぁ。いやーやばいっすね、この辺のたるみ。いやここまで角度によって顔の形が変わるゴジラって珍しいよね。かっこよく見えたりとか、ブサイクに見えたり、この角度これやばいな。この辺のたるみとか珍しいですよね。うん、こう見たらすごいかっこいいんだよ。ただちょっと気になる点が、頭とこの口周りのここに分割線があるんだよね。わかります、ここですね。ちょっと気になったかな正直ね、ここ。ただこの辺の表面は本当に相変わらずリアルです。彩色のバランスね。首の分割線はあまり気になりません。そして腕、この表面はね正直モンスターズよりも素晴らしいです。この辺の白と黒の彩色のバランスね、黒というかグレーに近いかな。うわーこの手のさ骨の感じとかやばいね、この手が尖ってる感じね。うわ本当に素晴らしいわ。いや本当にただのデフォルメじゃないですね。またこの手の形がいいね、内に回してる感じね。ちょっと見えづらいかもだけど、胸にしっかりとね真ん中の線がありますね。そしてお腹、この辺もリアルに造形彩色されてます。そして足ね、この爪、なんじゃこの塗装、素晴らしいぞこれ。こんな感じだったっけな、ちょっと待って待って、ちょっとスーツを見るとこんな感じの彩色だわ。足はちょっと白いんですよ。この再現度何なのこの足、素晴らしい、本当に白に近い色なんですよね。なんだけど爪の先はちょっと黒いという、この辺の抜かりのなさよ。お父さん僕造形師になりたいと、モンスターズの足と比べたらよくわかりますよね。この辺の彩色が素晴らしいです。いや本当に素晴らしい彩色、足の裏はこんな感じ、うん、こっち側はしっかりと作られてるよね、すごー。まあ色は全体的には白とグレーっぽいんだけれども、なんか見方によっては緑っぽくも見えるんですよ、この辺とかね。この辺もなんか昭和ゴジラ感があってすごくいいです。この後ろなんだけれども、これが可愛いよね。猫の後頭部って可愛いって言うじゃないですか。ゴジラの後頭部もめっちゃ可愛いよね。特にキンゴジってさ、この横がカエルみたいにポコンって膨らんでるからすんごい可愛いんですよ。フェチにはたまらんな。そして背びれ、背びれは少年陸限定版ということで蓄光素材になっていて、暗闇でちょっと光るんですよね。これ造形も彩色も非常にリアルです。オフホワイトに近いかな、本当にリアルですよねこの辺ね。何も見えない。はい、ちょっと暗くしましたけど、まあ光るって言っても発光じゃないので、まあこの辺は実際手に取って見てみてください。ほんのりぼやっとなってるかなぐらいですね。はい、そして尻尾、非常にリアルだよね。この辺もね、うねり方とか裏もこんな感じでしっかり彩色造形されております。
うん、はい、モンスターズのキンゴジとどうでしょうか、可愛くなったかな、はいいいなこれ、うん、やっぱでも個人的にはデフォリアルのが好きかもしんないな、うん、彩色とかモンスターズのはちょっと暗めなんですよね、そしてちょっと緑っぽい、この辺はねリアルなんだけれどもちょっとこう誇張したようなね彩色のデフォリアルの方が見栄えはいいよね、いやいいわこのゴジラは本当に。はい、というわけで今回はデフォリアルシリーズのゴジラ1962をご紹介させていただきました。造形、彩色、質感、デフォルメ加減最高だったんですけど、一つ気になった点はさっきも言った通りこの顔の分割線ですよね、ちょっとね、ひび割れてる感じで気になったかな、特にこっちが気になるんだよな、これは購入された方の意見をちょっと聞いてみたいですよね、皆さんのキンゴジはどうでしたか、今までのデフォルメシリーズは分割はここにあるんだよ、あるんだけれどもほとんど気にならないっていうか分かんないんですよね、ゴジラ1984に関しては分割線が確認できないですね、電飾愛ゴジラにもありませんし、ゴジラアースはこの頭の部分に分割線がありますが、この辺はね違和感ないです、ただまあ気になる人は気になるっていうレベルで個人的には結構おすすめです。はい、そんな感じで今年最後のデフォルメ紹介でしたが、来年はモスゴジキングコング、そしてマグロさんも発売ということで、このデフォルヤルシリーズ目を離さないでください。このシリーズは軽いし手のひらサイズだし集めやすいし本当おすすめなんですよ。はい、そんな感じで良いお年をまでまだ少しありますので動画楽しみにしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。キングコング、俺も可愛くしてくれ、私に不可能はない。えい、不可能ありました。